時計をタップ。タイマーをタップ。時間、分、を設定する。開始をタップして、タイマー開始、一時停止、再開。キャンセルをタップするとリセットされる。タイマー終了時をタップすると終了時の通知音を設定できる。画面下から上へスワイプアップ。表示されたコントロールセンターでタイマーのアイコンをタップ。タイマーの設定画面になる。コントロールセンターでタイマーのアイコンを長押しすると、カニのタイマーが起動。上下方向のスライドでタイマー時間設定。そして開始をタップ。タイマーを使える。動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel.画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。